ふざけてんのかてめえも帰れって感じですよ。ポンコツかどうか決めるのはこっちだから。ちょっとここで僕も秘策があるんですけども。いいよ。小谷裕二、23歳、中央大学を卒業して天下一の歌舞伎者になりたい。僕はまあ中央大学を卒業してまだまだ未熟な存在だけども、花の刑事の刑事のように中央大学を卒業して天下一の歌舞伎者になってビッグになりたいっていうなんとなくの夢があります。全休学してたんですよ。要するに1度目の大学4年生の時に留年が決まって動画編集の個人事業をやろうとしたら能力が足りないせいっていうのもあるんですけども、儲けることができずに無理をして体を壊してしまい、前期の半年間休学しました。後期の半年にかけて卒業できるかなと思って一流した後卒業したとしようと思ったんですけども、残念ながら単位が1単位足らず二流が決定してしまったという経緯があります。昨年9月にモノリスジャパンの新卒採用にエントリーをしてきています、ね、うちの方でお断りした。全然ダメやん。そうですね、ちょっとナッシングになっちゃいました。すいません。動画のクオリティがいまいちだった。いまいちですね。まあどうしてもなんか ABI UTL っていう無料のソフトしか使ってなかったんで、それもあると思いますし、今はちょっと新しいパソコン買い直してダビンチレゾルブっていう有料のソフトをやってるんですけども、だいたいそんな微妙なソフト使わないでなんでプレミア使わないんで。金がなかったからです。なるほど。僕はすごいケチなんですよ。タダで済ませることは全部タダで済ませちゃしまおうっていうメンタルなので。そういうやつはうちの会社いらないね。ケチは。親にさ、留年したこともう伝えてるんだよね。伝えてます。で、はい、どうしろって言われた。学費は出すって言われたんですけども、その前に受験生版タイガーファンディングで一回いらしてくれないかって言われましたね。うん、もう出してもらって終われ。学費はもう出ることは確定してるんですね。とにかくまあ実家に帰ってもらえたら分かんないです。もしかしたら親父が切れて前には出さねえよみたいな感じになるかもしれないんで、そこもちょっと考えないといけないなって思ってます。なんかアゼチ君臭がするな。そうですね、なんかアゼチ君臭。そうですね。なんか結構ね、彼にシンパシーとか受ける部分もあるんですよ。なんかすげえ似てるなっていう。似てる。ちゃんと自覚済み。顔もなんか似てる。顔も似てる。そうですね。でも尖ってはないと思いますね。そうですね。けど中央大でこういうなんか規制系 YouTuber って言ったらやっぱステハゲさんのやっぱこう。ああ、そうですね。ステハゲさんとかも。ステチルなんですか。まあステチルですね。でもステハゲさんのものをそのままパクるんじゃなくて、小屋のルドスク時のやり方をやってます。例えば学歴であったりとかギャンブルであったりとか、それら諸々含めて小屋のらしさ。ですね。何キャラなんマジで。よくわからないのは、親御さんは何なら学費出すって言っていて。そうですね。でも人生はあえて困難な方に進めるべきなんですよ。親に頼み込むのももろん親が出すって言ってるからありだと思います。でもそれだと去年と同じだし、自分を変えることができないかなと。ここできっちりとオールを勝ち取って中央大学を卒業するっていう感じで、無限の可能性を皆様に提供したいかなっていうふうに。まあ、多分ここまで聞いてて、今回は虎5人じゃなくて4人と思った方がいいよ。なんでですか。いやだって木下先生超不機嫌になってるから。ああ、すいません、申し訳ないです。僕の感じはね、ふざけてんのかてめえも帰れって感じですよ、ね、そういうふうにしか見えないけど、自分は大真面目なの。これがそうですね、大真面目です。大真面目なの。ここに来るからには、まあ、オールを狙って取りに来ているという感じです、うん、自分でもちょっと生きづらいっていうか、まあ、人と衝突とかを起こす部分もあったりして、それでまあなんか YouTube 活動とかもなんか親になんかこんな変なことやってんのかって言われたりとか、 Twitter とかでもなんか何やってんだみたいな感じでツッコミ受けるんですよ。でも逆に僕はそういう風な生き方を見せることが他の生きづらい人の元気につながるんじゃないかって思ってて、それで今実写チャンネルやってるみたいな、そういう経緯がありますね。小谷君の思うこの歌舞伎ものっていうのは何なんだよ。花の刑事ってかっこいいんですよ。すごい自分を通してて憧れる生き方というか、僕って正直言っていわゆる陰キャとか地球でなよなよしてるんですけども、刑事の生き方っていうのは自分で芯が通ってて、歌舞伎なら歌舞伎通せみたいな感じで自分を貫く能力が。倹約家なのにパチンコ好きなんだね。ギャンブラーっていうのはギャンブルにお金を使うので、他の部分をは結構節約するんですよ。僕の鉄の掟として、鉄の掟、親から生活費怒られてくるんですけども、それには絶対手をつけないと。あ、なるほど。自分のバイト代であくまでギャンブルする、まあ当たり前ことです。当たり前すぎるやろ。でトータルで、あれで学生時代に親から送られてきた仕送りがついたその日に全部競馬に入れてすってもらう。ほぼじゃあ岩井さんみたいな感じってことね。じゃあ岩井さん担当でいいですか今日は。いや見つめるなよ。競馬が大好きで競馬系に進もうとして就活してた感じなの。そうですね、競馬系のトラックマンに進もうとしてたんですよ。平井出さんみたいな感じ。平井出社長って競馬の予想書いてますよね、いつも、うん、へー。すいません、あまりご存じなかったのですいません、申し訳ございません。自分そんなに能力はないんですけども、なんか上の大学に受かることができたって感じですね。
中央大学ってそんな上なんですか。まあ世間一般よりか上かなみたいな感じ。確かに50代っていうとそんなにいいっていう感じもしないけど、あの僕らがやったらもうちょっと相手が悪いです。隣に仲間いるから。だから見つめるなよ。コント仲いいな。コントやめて。大学ではどうして友達ができなかったのかな。1年の時に一応まあよっともみたいな感じな人と、よっともだからよっていう友です。それぐらいの、それぐらいの、まあだからよっていうだけの友みたいな感じな人もいて、で1年の時はまあまあご飯一緒に食べる友達がいたんですけども、こう4年生になっていろいろ分かんなくなってぼっちみたいな。ハマったことにはとことん突き詰められるタイプかなって思うのが、 YouTube 更新めっちゃ頑張ってますよね。そうですね、なんか多分ほぼ毎日投稿ぐらいでコンスタントに続ける能力はあるんですよね。本当だ。高校の時の成績の写真も貼ってくださってますけど、英語苦手だったから多分200分の100しかセンターで取れてないから、はい、全然中央大学レベルじゃないけど、いでも世界史をさ100分の98取ってて、好きなものはこう突き詰めていけるタイプだし。そうなんだね。そうですか、まあ、そうやって突き詰めていくのはね偉いと思うしすごいと思いますと、はい、で一方そのまあ就活だったりとか、まあ、そういうところでちょっとやりにくさを感じている部分は共感する部分はあるんですけど、はい、ただ根本的にはご自身の競馬で100万円溶かしたところがスタートラインですよね。そうですね。しかも親御さんも何なら助けるって言ってるものをなんで僕らが出すのかなっていうのはちょっとずっと気になってて、僕らが何か助ける理由って何かあります。それはリターン内容なんですよ。小屋のチャンネル出演権であったりとか、いや、まあ、あなたの出演であったりとか、だいたいしょうもないやつほど自分のチャンネルへの出演権がリターンなんです。その歌舞伎者になんか頑張ってなろうとしてるけどやっぱ無理だね。本当にね売れてるその歌舞伎者っていうかそのみんながおもろって思ってる人たちって根はね結構まともなんだよね。ああなるほど。要はみんなが何やったらウケるかなって考えてふざけたキャラを演じれる人がみんなそれにハマってファンになるわけじゃん。ただ歌舞いてても意味がないってことよ。小屋野くんより学歴低くてもっと多分仕事力ある人めっちゃいるで、だから学歴中って終わってんだよね。そうですね。ああ俺もさなんか学歴中とか言われるけどさ、別に学歴が大事なんじゃなくて学歴が高いと仕事もできたりとかコミュニケーションが高い可能性が高いですよって言ってるだけで、なんなら東大生よく使えねえとかよく言われるけど勉強しかしてねえとかね、コミュ力低いとか。小屋野くん中央大だって別に自慢してるけど、まあ、俺らからしたら何それ沈活じゃんって話だし、うん、かつ中央大の中で社会で生きていく能力結構低めだと思うよ。そうですね。だからこのバカにしてるニットをこませんレベルであなたよりもめちゃめちゃ運用力高い社会人はいるのよ。リターン内容もさ、これ俺らにリターンになると思ってんのお前これ。思っちゃったの？思っちゃいました。やばいでしょ。でもちょっとここで僕も秘策があるんですけども。おお、いいよ。いやなんか気になってたんだよそれ。確かに。タイミングうまいね。おうまいね。なぜ僕みたいなポンコツ志望者が出てしまうのか、うん、それについて言及した資料があります。これは虎の方々が気になるものだと思うんです、うんうん、まずこの動画を見て分かることは、要するになんでこんなちょっとやばいキャラクターが来ちゃうのかっていうのなんですけども、そもそも受験生版タイガーファンディングっていうタイトルに問題があると思うんですよね。だって受験生の人たちって多くの場合は奨学金を借りるわけじゃないですか。実際に安土さんとかキングホンダとか、まあ、あの人はどうでもいいかもしれないけども、中山蓮人さんとかは本当に来たかったのにもかかわらずいじられちゃって、いじられちゃってネットの黒歴史になっておそらく半永久的に残り続けると。でもしかしたら自分もそうなる確率が少しでもある場合、普通に奨学金を借りた方が早くねってなりませんか。借りればいいじゃん、うん、それでも足りないとか、そうやって顔を出してでも勝ち取りたい夢があるって思う人が来てくれればいいと思ってますよ。そうですね。そこ でなんで僕みたいなポンコツ志願者が生まれるのか。ポンコツかどうか決めるのはこっちだから、まあね、自分じゃないから。そうですね。今日出てきた理由って、じゃあこれをこちらに伝えるために出てきた、もうこれとか関係ない。いやこれも関係あるんですけども、なんでこれを用意してた。受験生版タイガーファンディングの今の構造問題、キングの、まあ、要するに若者をいじめて楽しいかっていうのもある意味的を得てるものになってわけじゃないですか。実際にこの前の富岡さんってその人の YouTube を追っかけてるんですけども、すごい優秀なんですよ。実際偏差値35から横国行ったってすごいなって思うし、そういう志願者がちょっと危うくなんか会社のことで詰められて潰されそうになってるみたいな、それを見たじゃあ受験生とかが行きたいかっていうとそうではないかなっていう。ちょっとすいません、うまく言えないんですけども、受験生版じゃなくて学生版タイガーファンディングっていう風にすれば多くの人が呼び込めるんじゃないかなっていうのが僕の意見です。まあ一理あるね。実は社内でも受験生版という名前を学生版に変えたらどうかっていう議論は
実はあります。僕からの提案なんですよ。この受験生版タイガーファンディングに出る敷居を下げよう。下げると小屋野くんより下の人が来て本来の趣旨とずれるからやめてほしいんだよね。でも実際今志願者いないじゃないですか。内情知りもしないのにさ今志願者いないじゃないですかって言い切ってしまうの。あ、確かに、すいません。今週は今月も5本撮りやで今日でも志願者の、まあ、いやじゃなくてよ、ちょっと待ってください。ちょっと僕の意見言ってもらっていいですか。だから今のは要するに応募者が少ないからこいつはまだマシかな、やっぱ地雷だったみたいなのがあるから、だから僕が相手オールになることによって、いや、もしかしたらっていっぱいこのワンチャンを狙ってくる人が増えるわけじゃないですか。正しいこと間違ったことが入り混じりすぎて、僕たちとしても志願者が優秀な人たちが増えるのは嬉しい、はい、ただそれと今回小屋野くんをオールにすることも全くもって別の話だし、なんならこちらの立場としては小屋野くんにお金を出すメリットっていうのはもう全くないんだよね今の時点で。そうですね。ただ単にそのお金を出してくれることで志願者集まるという主張になってるかもしれないけど、ワンサイドすぎる。応募の母数が増えればその中で一定確率ですげえいいのもいるんじゃねえかって話なんでしょ。そうですよ。あのね、 100×0 は0なの。そうですかね。でも現状志願者いますか。まともな志願者いるよ。いる可能性もあるけど、でも多くの場合は。お前に言われたかねえよ。すいませんでした。あと人を指さすのやめろ。あ、すいません、申し訳ございません。だから就活落ちるんだよ。まあともかく中央大学を卒業して天下一の歌舞伎者のためにこうやってチャンスをいただけたっていうことだけでも十分にいい機会をいただけたと思ってます。もしかしたら僕みたいな志願者にお金を出す、ちょっとでもこう受験生版タイガーファンディングに応募する人が増えるかもしれないっていう無限大の可能性にかけてもらいたいと思ってます。すいません、ナッシングですね。中途半端すぎますって。中途半端ですか。いや、本当なんか歌舞伎もなりたいんだったらキングぐらいやらないと。だし、じゃないんだったらまともにちゃんと出ればいいでしょ。ああ、それどっちかでしょうよ、ね、この最後のやり取りは君が喋るターンではないので喋るな。まあ、また自分磨いて出直してきてください。わかりました。はい、はい、ナッシングでお願いします。近頃僕はなるべく志願者の方に共感できるようにと思ってこの席に座るようにしてるんですが、今日は全く共感ができませんでした。特に個人的に許せなかったのはキング本田のことをクズとか書いてるんですよね、紙の中に。なんでこう自分だけは良くてこう他の人を下げて書くんだろうなとか、まあ、ニッコマークズとかもそうですけど、やっぱりそういうところからあなたの人間性をちょっと個人的には疑ってしまいます。ナッシングです。こうやってね、一石を投じてくれること自体はいいと。ちょっと小場所さんと似通ってるんですけど、僕も最初見た時に2等5万円以下はクズみたいな感じので、あの信念を掲げられていたじゃないですか。でももうそれは改善した。だから喋るなって喋んなよ。本当に喋んなよお前。すいません、意外しろよお前。すいませんっていうところね、人間性だね。いやー、なんかちょっと甘いけど10万円、うん、唯一いいのは僕もね、これです。学生版を考えてきたとこだけはいいかなとちょっと思いました。それだけ。あとは全部ダメ。ナッシングです。小屋野くんはまだ若いじゃない。若いからギリギリ聞いてられます。僕はここで何かね、自分の武器をちゃんと作った方がいいです。頑張ってください。まあ、あの性格にダメな部分があって、それがダメで、まあ、いろんな人から叱責受ける部分もあるんですけども、そこを直してなんとか本物の歌舞伎者になるようにこれから努力したいと思うんで、本日はありがとうございました。大学生っていうものにあぐらかいてこんだけのことやってんのかもわかんないけど、もう数年したらただのヤバいやつだね。その世界の中で生きていくことを自分が固めて決めるか、反省して心を入れ替えて何かのことに向かっていかないとヤバいと思いますよ。ありがとうございます。本日はありがとうございました。ともかく、まあ僕の提言っていうのは、まあ、だから人を刺したりとか年上の前でねえって言ったりとかするのをやめないと社会で生きていけないって。これを言ってもらえるまでが幸せだよ。